トラが英語をやるなら English English。 はい、今回は決してやってはいけない英検対策方法、これについて話していきたいと思います。はい、まあ、今までこれだけはやっちゃいけない英単語の覚え方と英文法の勉強法とリスニングの勉強法などいろいろやってきたんですけれども、今回は初めて資格別にこれだけはやっちゃいけないっていう勉強法、対策方法について解説していきたいなと思います。うん、まず最初に英単語暗記をしないですね。ああ、なるほど。まあ、英検といえばやっぱり単語ゲーって言われるぐらい英単語を覚えるのが重要になってくると思うんですけれど、それにもかかわらず英単語の暗記をしないっていう人がたまにいるんですけど、むしろ英単語暗記から始めてほしいっていうぐらい重要だと思います。なるほど。やっぱりリーディングセクションの方で大問1で9にもよりますけど、英単語の意味だけ知っていれば分かる問題が出題されるので、1級と準1級なら25問ずつ出ると思うんですけど、そこで落としちゃうともったいないなっていうのと、短い時間で1問正解できますから、長文読んで一生懸命読んで、うん、これかなこれかなって考えて1問正解するのと、あもう意味知ってるからこれだって言って正解できる1問だと、やっぱり後者の方が簡単に時間をかけずに得点することができますよね。コスパがいいですね。そうですね、コスパがいいのがやはり語彙問題かなと思うので、そこはしっかり対策していきたいなというところですね。単語の意味も分からなければリーディングとかリスニングの方でも困っちゃうので、全てね生きてくるというところで英単語暗記はしっかりやってほしいなと思いますね。英単語の暗記法については私が解説した動画がこちらにありますので、暗記法で困ってるよっていう方がいたらぜひそちらの動画も参考に覚えていってほしいです。あと英検の英単語に関してはそれぞれの級でどの参考書が最もカバー率が高いのか、まあ、大問1ですけどね、リーディングの大問1でのカバー率が高いのかっていうのを検証した動画がたくさん出てるので、それらを見ていただいて使う参考書も選んでいただけるといいかなと思います。次にライティング対策をしない人ですね。ライティングが1問で全体の配点の4分の1を占めてるんですけど、この対策をしない人はかなり多いですよね。はい、でもライティング対策からしていただいた方がいいと。うん、そうですね。だから後回しになっちゃっても1問で30何問分とか、そういう風になるわけですから、リーディングとかリスニングのバーッとたくさんあるものが、ライティングがたったの1問でその分取れるので、そうですね、はい、絶対やってください。はい、なのでもしどうしても時間がない方はこの英単語の暗記とライティング対策もこれだけでいいんで、むしろここから始めてほしいですね。うん、そうですね。ライティング対策でいうと後回しにしていいかなって思っちゃう人がいて、はい、試験直前に解き始めるみたいな人がいるんですけど、それはやめてほしいですよね。はい、まあ、肩ぶち込んどかなきゃいけないので、何回も書くことによって肩が分かりますし、あとはいわゆる文法ミス、同じパターンでどうせミスするんで、それは早いうちに知っとかなきゃいけないです。はいですね、それを知った上でもう一度書き直して、同じミスをしないようにしていく必要がありますよね。しかも英検って結構似たトピックが出題されますよね。はい、あります。スピーキングとライティング被ることもしょっちゅうあります。なのでそのようなトピックに慣れておくっていう質もあるかなと思うので、早めにライティング対策はしていただいた方がいいかなと思います。じゃあ次に3つ目に、解法を把握していない方。はい、解き方を知らないってことですね。英検なんかね、スピーキングなんか喋れればいいんだ違いますからね。ちゃんとポイントになるところがあるので、そのポイントを知って必ず受験会場に行くっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。そうですね。ライティングも同じです。こうやって書けばポイントになるっていうのがあるのに、それを無視して、それは英語が書けるんだって言って、ただただ英語を書いたところで点にはならない。なのでその解法をちゃんと知っていくっていうのが大事です。でそれまあね、過去問とかに書いてある模範解答とかを分析しない人が多いんですけど、ちゃんと分析してください。あれ答えで点が取れるようになってるわけです。あの答えだったら点が取れるんです。でどういう風にしてて点を取ってるかっていうのを分析しなきゃいけないんですよね。なるほど、なるほど。でしかもリーディングとリスニングとかもちょっと解き方ありますよね。はい、もちろんです。それもパラグラフごとに解くとか、そうですね、そういったものもありますし、リスニングだったら消去法を使うとか、そういったものもありますね。そうですね。で、まあ、英検に関してはそういったものがまとまっている総合対策本っていうのが結構出ているので、はい、そういったものを使って解法をインプットした上で問題演習していってもらえるとより良いかなと思います。で最後に、過去問を解かない方もたまにいらっしゃいますね。いますね。ただちょっと先ほどからこれからやってほしいってずっと言っちゃってるんですけど、本当に一番最初にやることは過去問を解くところからだと思うんですよね。過去問を解いて現状を把握していただいた上でどこから対策していくのかって変わってくると思うので、例えば先ほど英単語暗記大事だよって話をしたんですけど、過去問解いてみたらリーディングの大問1は9割ぐらい取れましたっていう風になって、ただリーディングがもう壊滅的ですと、10% ぐらいしか取れませんみたいなパターンも全然あるんですよ。そしたらリスニングやった方がいいじゃないですか。
ていうふうに苦手なところが人によって変わってくると思うので、まずは過去問を解いていただいて実力を把握してから分野別の対策っていうのを進めていってほしいなと思いますね。で、他にも、まあ、やっぱり過去問演習していく中で、あ、こういうふうに解けばいいんだっていうことが分かったりだとか、ね、形式慣れをすることもできるので、もちろん過去問演習っていうのも大事です。なので過去問演習のために解くのか、まあ、実力を把握するために解くのかっていうのは使い分けていただく必要があるんですけど、まあ、過去問は必ず受験前には絶対解いた方がいいですね、うん、その通りだと思います。あと時間配分も考えないと、ね、いけないと思うので、うん、筆記の時間に関してはライティングとリーディングの同じ時間で解かないといけないんですけど、うん、これを知らずに本番に行ってしまうっていう方もいまして、リーディング解き終わって時間待ってたらリスニング始まったみたいな、うん、そうじゃないですか。なのでどういう問題形式なのかっていうのも必ず把握しないといけないと思うので、過去問は必須で解いてほしいですね。ということで今回は森田先生と一緒に英検対策をする人にやってほしくない勉強法、対策方法について話してきました。この動画を参考にしていただいて失敗しないようにね、英検対策を進めていってほしいです。また他にもこのチャンネルでは英検対策におすすめの参考書や勉強法を普段から配信していますので、そういった動画を見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録とその隣の通知ボタンのクリックをお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。